はい、皆さんこんにちは、ソリューションアーキテクトの岩田と申します。前回もですね、私の方では今後藤が、お話しさせてもらったですね、 VDI に関係するところですねの、お話をさせていただいたので、今日はちょっと、せっかくですので、ちょっと新しい領域といいますか、ちょっと違った観点でのお話ということで、AI、ディープラーニングに特化したですね、先ほどご紹介もありましたけど、バーチャルコンピュートサーバーですね、バーチャルコンピュートサーバーというソフトウェアに対してのお話ということで、話をさせていただこうと思っています。はい。ちょっとまあ、前段という話、ちょっと30分しかないので、ちょっと簡単にお話ししますけども、NVIDIA としては、GPU をですね、データセンター、あるいはそのクラウドに、どこでも使えます。誰でもどこでも、どんなワークロードでもという、ポリシーのもとでですね、こんな形で、ハードベンダー様、含め、クラウドベンダーさん、含めというところで、協力をさせていただいているという状況になります。で、VGPU、先ほどの、お話もありましたけども、今、我々としてはですね、こういった、プログラフィックス、グラフィックスのレイヤーでのサポート、それから機能拡張、それから、少し前で言いますと、レイトレーシングですね、映像とかです、映画系のですね、そういったレンダリングの部分、そういったところに機能を追加してきておりまして、で、その次というワークロードで重要なところは何かというと、AI、あるいはディープラーニング、HPC というワークロードに対して、サポートしていこうというところになります。でちょうどこのタイミングでですね、先ほどやりましたアンペアですね、A100 といわれる新しい我々の GPU アーキテクチャが出てきておりますけども、そういったところのサポートというのも順次していくという方向になっています。ちょっと VGPU の概要からちょっと簡単にご紹介をさせていただこうと思いますが、これは先ほど後藤からお話をさせてもらっているので、ちょっと割愛をします。で、実はですね、我々としては、VDI であろうが、ディープラーニング、AI、HPC 用途であろうが、基本的にはですね、この GPU を仮想的に分割して、分割したリソース、VGPU というリソースを仮想マシンにアタッチして利用してもらうというアーキテクチャというのは変わりません。で、その上で動くもの、例えばですね、コンピュート用途で言いますと、失礼しました。ライブラリですね、CUDA のライブラリであるとか、NVIDIA ドライバーの中のですね、部分のロジックというのを変えているということになります。はい。重要なところ、お話をさせていただきください。我々の VGP のアーキテクチャというのは、GPU の中にはですね、CUDA Core といわれる、コアですね、コアと、セットでですね、このフレームバッファー、ビデオメモリーとかに、いろんな言い方をしますけども、このメモリーが、2つセットで、ある、実装されているというのが、この GPU のアーキテクチャです。で、この、GPU に対して VGPU のアーキテクチャはどういうふうにやるかといいますと、ここにありますように、フレームバッファを等分割で分割するというアーキテクチャが VGPU のアーキテクチャです。CUDA Core に関しては共有で使うというようなアーキテクチャです。なので、よくご質問もあるんですが、CUDA Core、これをまたですね、アイソレーションのように、こう、なんでしょう、分割するというか、使えるリソースを割り当てれるのかというようなご質問もあるんですが、今のこの VGP のアーキテクチャというのはあくまでも CUDA Core は分割はしないというやり方です。フレームバッファーを分割すると。で、その代わり GPU の、要求、ワークロードが来たときにはこのメモリー領域を使って CUDA Core を使うと。で、終わったタスクを違う別の仮想マシンの GPU がリソース、タスク、ワークロードに対して、渡すということを順次やっていくというのが、VGP のアーキテクチャになります。もともと、例えばグラフィックスですね、特に VDI でもそうなんですけども、60フレームとかですね、30フレームというオーダーで、画面描画をします。で、その場合というのは、その画面描画、例えば先ほど例にありましたように、30フレームというふうになると、30分の1秒間隔で画面を、画像を生成するということになります。その瞬間にビデオメモリーとCUDA Coreを使うと。で、その一瞬描画した後っていうのは、
違う、リソースに割り当てて GPU を使わせるというようなことをやっているのが、まあ、GPU のそもそものアーキテクチャになります。でこういうアーキテクチャがあるが上にですね、まあ、あのディープラーニングであるとか HPC 用途ではまたちょっと違う振る舞いをしますので、まあ、そのあたりを少し、詳しく、これからご紹介をしたいなと思います。じゃあバーチャルコンピュートサーバーというのは何かと言いますと、コンピューティングのリソースに対しのワークログに対して、まあ、仮想化をしていきましょうというようなものになります。もちろんですね、ハイパーバイザーの管理ツールなどと、合わせてですね、柔軟性を持たせ、さらにセキュリティを兼ね備えるというところが、一番のメリットになるかなと思います。まあ、よくそのコンテナと、まあ、こういったハイパーバイザー、まあ、ESX との違いは何かみたいな話もあると思うんですが、まあ、我々 NVIDIA としては、まあ、DGX と言われる、まあ、先ほどご紹介ありましたけども、コンテナベースでの仮想化っていうのを、DGX の方で主としてやっていますけども、そうではなくて、まあ、よりセキュアに、例えば、後ほどありますけども、ライブマイグレーションのようなですね、そういった機能を、ハイパーバイザーが持っている管理ツールなどを組み合わせることによって、まあ、この VGP のメリットというのが出てくるのかなというふうに思っております。まあ、先ほどちょっとご紹介したようにですね、まあ、データセンターに対して、まあ、GPU をどういうふうに使わせるかというところのアプローチとして、まあ、こういった観点が重要かなというふうに我々としては考えております。まあ、一つは当然仮想化しても GPU のパフォーマンスというのはある程度担保しなきゃいけないというのが一つ。それから利用シーンに応じてですね、フレキシブルに使えるというところでマキシマムユーティリゼーションというところが必要かなと。それから当然管理面ですね。という意味ではマネージメントのモニタリングというふうに書いてますけども、GPU のリソースの管理であるとか、あるいはその仮想環境に対してのトータル的な管理ツールというものも当然必要になってくるでしょう。それから、ライブマイグレーションですね。なる可能な限り、まあ、システムメンテナンスに伴ってですね、その上で動いているワークロードを止めずに、動かされるというところが最大の強みかなというところですね。それからセキュリティ。あと、まあ、パブリッククラウドとかですね、クラウドベンダーさんなんかよくありますけど、マルチテナンシーですね。まあ、ワークロードを分離するんだけど、マルチユーザーに使わせたい。まあ、GPU も結構高価なものだというふうに思われている部分も多々ありますけども、まあ、いかに効率よく使うかというところで、マルチテナンシーの考え方が必要かですね。それから、リアビリティということで、まあ、これ、後ほどご紹介します。やはりその GPU のですね、ハードウェアの障害なんかになるべく引きずられないようにするための冗長性というところが重要かなというところで、こういったところを観点に我々としては、まあ、VGPU でもどこまでサポートできるか、あるいはどこまで性能、性能担保できるかというところが、ポイントになってきます。で、まあ、我々の、NVIDIA として考えている、まあ、スタックなんですけども、この右側にあるようにですね、従来まで、前回のですね、セッションでも話したようなバーチャルグラフィックスの領域というのが、ございます。で、我々はそこではなくて、まあ、さらに先ほど言いましたように、このコンピューティングのところですね。このコンピューティングのところにも、いろんなの VGPU で利用できるための、仕組みというのを使っていこうというところに対してですね、実は、バーチャル GPU の場合にはですね、まあ、こういったドライバー周りもそうなんですけども、ディープラーニング、HPC 用途でですね、こういった、CUDNN とかですね、TensorRT とか、OpenACC とかですね、CUFFT とかっていう、こういったですね、それぞれ必要なですね、領域に対しての、例えば特殊なライブラリーですね、こういったものも当然サポートしていかなきゃいけないという状況になります。でさらにその上で動く、まあ、フレームワークと言われるとかですね、チェーナーとか、テンサーフローとかですね、こういったテンサーフロー、こういったオープンソースのフレームワークですね、こういったものと含めて、こう、一気通貫でですね、ここでうまく動かないと、まあ、VGPU の環境でもうまく動かないよというところがございます。では、そういった環境の中で、まあ、バーチャル GPU として、どういったリソースが必要か、あるいはどういった機能が必要かというのが、この、6つに挙げております。まあ、1つは、マルチ VM というふうに書いてますけども、まあ、これは従来のグラフィックスの VDI、VGPU の考え方、そのものですね。1つの GPU を複数の、VM で共有して使わせるというやり方。そうではなくて、一つの GPU だけでは足りないよと。複数の GPU を一つの VM に使わせるということで、マルチ VGPU というような言い方をしてますけども、
こういったアプローチ、それから、実は我々 GPU と GPU 間をですね、高速でつなぐインターコネクトのようなものがあるんですが、それを NV リンクというふうに我々は言っています。こういったものをですね、うまく制御して使わせたいというところがあります。まあ、こういったサポートも現時点ではしております。それから先ほどちょっとありましたけど ECC とページリタイアメントというところのメモリーのエラーですね、といったところの検知をしてそこを排除するというような仕組みも実装しております。それから NVIDIA NGC というコンテナベースのサービスという意味で NGC というものを持ち合わせているんですけども、そういったところへのサポート、最後にスケジュールですね。これは何のスケジュールかというと GPU をですね、どうやってうまくその複数の仮想マシンに対して柔軟にあるいは性能を落とさずに GPU をスケジューリングするかというところのスケジューラーの部分の回収というのが入っています。これそれぞれ1個ずつですね、ちょっと詳細を説明していきたいと思います。で、まあ、V コンピュート用、まあ、ディープラーニング HPC 用途での、まあ、リコメンドという形で、ここに書いてますけども、まあ、T4 に関しては、先ほどご答からもありましたけども、まあ、ちっちゃい 70W のですね、電力で使える、GPU です。これ、PCIe のですね、まあ、普通、こういった従来のですね、非常に大きくて重たい GPU なんですけど、こういった GPU というのは、補助電源というのが必要なんですね。ですけども、この T4 というのは、PCIe に挿せば、その PCIe の供給電源だけで使えると、要は挿せば使える状況というのがこの T4 のメリットです。ただこちらはですね、どちらかというとディープラーニングで言いますとトレーニングと推論というフェーズがあるんですが、どちらかというと推論に、まあ、ある程度得意な部分になります。まあ、ちょっとコア数も少ないというのがそういうことです。で V100S というのは、まあ、トレーニング用途に非常に特化した、GPU ですということですね。でまあ、ちょっとカミングスーンというふうに書いてあるのは、現時点ではまだ我々アンペアの世代の GPU というのはまだ正式にサポートしておりませんので、まあ、もう間もなくアンペア世代の GPU もサポートしますので、まあ、ちょっとここは埋まっていくという形で、まあ、そこもサポート、推奨するという形になってくるという形です。バーチャルコンピュートサーバーというのは、実は前の名前、ブランディングはですね、V コンピュートサーバーというふうに言ってたんですけども、今はバーチャルコンピュートサーバーです。間違いないようにしていただきたいんですけども、まあ、このバージョンは9というバージョンから、正式にサポートしておりまして、今はまあ11ということになります。エディションの話は先ほど、お話をしましたので、よろしいかなと思います。ちょっと一つだけご注意いただきたい点はですね、VDI の場合、まあ、クワドロ、CAD とか CG 系向けのエディション、それからオフィス用の、エディション、それから、に関してはですね、同時起動している仮想マシンの数でライセンスをカウントしますが、バーチャルコンピュートサーバーに関しては GPU 数でのカウントになります。そこだけちょっとお間違いなくお願いします。で、エディションでの対してのですね、機能ですけども、このコンピューティングに特化したエディションという形になりますので、例えば Windows のゲスト OS に対しては、サポートしないとかですね、あとそもそも、VDI で画面転送するということは考慮していません。まあ、コンソールアクセスというのが、主になりますので、そういうこともありまして、まあ、最大の画面サイズというのが1であるとかですね、そういったところで機能が制限されている部分もあります。ですので逆を言うとですね、この Quadro VDWS というこのエディションに関してはですね、すべて網羅しています。なので、このコンピュート系のワークロードというのも当然、この Quadro VDWS のエディションでも使えるということは、問題ございませんというところです。あと、まあ、ちょっとマニュアルも我々公開しておりますので、ここはぜひ、一読いただけると、いろんなもっと細かい情報が出てきますので、ご参考いただければと思います。で、ここからすみません、またバーッと話しちゃいますけども、構成概要として、今、現時点でサポートしている GPU ということでは、パスカル、ボルタ、それからテューリング、この3世代が、この、バーチャルコンピュートサーバーでサポートしている GPU です。で、マクスウェル世代のこの M6 とか M10、M60 というのは、どちらかというと、グラフィックス VDI 用途に特化して作られた GPU になりますので、こちらは、現時点でサポートはしておりません。まあ、性能ですとかコア数含めて考えると、まあ、やはり新しい世代にしていただくのがよろしいかなと思います。それから先ほど言いましたように、1GPU、先ほど説明しないですね、フレームバッファーは 4GB 以上のプロファイルしかサポートはしておりませんですとか、1GPU あたりは最大8仮想マシンまでという宣言があります。まあ、そういったところが制限としてございます。それから、まあ、仮想マシンも Linux のみです。
はい、64ビットの Linux OS のみです。で、ディープラーニングに関して言うと、だいたい今ですと、まあ、Ubuntu ベースが今主力になりますので、まあ、Ubuntu の Linux OS を使っていただければ、まあ、よろしいかなと思います。で、ちょっとここから先ほどの、細かいディテールの話をしていきたいと思いますが、まあ、ちょっとこれも飛ばしながらご説明します。まあ、シェアリングするところは先ほどご紹介しましたように最大 8VM まで。で、マルチ GPU というのは先ほど言いましたように複数の GPU を一つの仮想マシンにアサインさせるという技術です。で、ちょっと細かい話になるんですが、レッドハット KVM、こちらはですね、最大 16GPU まで接続することが可能です。vSphere に関しては 4GPU までという形になります。まあ、これもですね、おそらく今後、まあ、こういった VGPU のソフトウェアのバージョンアップがあった場合にはですね、ここら辺のリミテーションなんかもどんどん改善していく可能性はありますが、現時点では 4GPU までです。で、このマルチ GPU ですね、の使う場合の注意点ですけども、vSphere の場合の注意点ですけども、必ず仮想マシンを作る際のですね、互換性の選択というところで、互換対象ですね、一番新しい ESX6.7 アップデート2以降と、いうふうにしてください。ここはですね、6.5 とかですね、6.7 アップデート1以降とかってやってもですね、アサインができなくなる。VGPU のマルチ GPU はですね、アタッチできませんので、ここだけご注意ください。もう一度ご紹介しますけども、vSphere は 6.7 のアップデート3以降というところですね。ここだけ重要なので、覚えておいてください。この互換性の選択に関してアップデート2以降というふうにしていただければ大丈夫です。それから NV リンクですね。NV リンクにもサポートしていますというところだけちょっとご紹介して終わりたいと思います。それから ECC の話ですね。ページリタイメントと ECC の話ですね。ちょっとどういう話かというところで、ご紹介したいんですけども、先ほど、ご紹介した GPU メモリ、フレームバッファーのメモリにですね、例えばデータエラーが発生した場合ですね。というのは、まあ、ここに、アクセスしたデータ、がですね、仮にそのメモリーの、まあ、不良があったと、メモリーセルに不良があったという場合には、アクセス当然できませんので、それをですね、検知する技術というのがこの ECC です。で、ページリタイアメントと言っているものは、そこをですね、さらに、まあ、そこをそもそも使わせないっていうんですかね、メモリーセルを使わせないようにする技術というのがこのページリタイアメントという技術です。HPC なんかでもそうなんですけども、やはり、何度も何度も、細かい計算をしていくと、そこの誤差がどんどん大きくなってきてしまうので、一つの情報、1ビットの情報でも欠けてしまう、あるいはその間違った情報が更新されてない情報とかをアクセスしてしまうと、違う結果になってしまうことがありますので、こういった技術には必要な機能になります。で、これは先ほどの、VGPU9.0 以前まではですね、この技術というのは実はサポートしていなかったんですね。まあ、それはなぜかというと、まあ、グラフィックス用途、を、まあ、メインで考えていたというところもありますけども、今回のこの HPC とかディープラーニング用途に関しては、こういったところは必須になってきたので、まあ、実装したというところです。で、ECC の設定方法はですね、有効無効ができます。まあ、ちょっとそれもですね、またここを見ていただけると、わかるかと思いますので、ぜひ確認いただければと思います。設定方法はですね、この NVDSMI というコマンドを使っていただければ、利用できる。になります。ただ、設定変更した後はですね、ホストの再起動が必要になりますので、まあ、あまりここをですね、有効にしたり、無効にしたりということは、あまりしょっちゅうやるということはないと思いますけれども、まあ、デフォルトは有効になってますので、まあ、そのまま使っていただければよろしいかなと思います。それから、スケジューラーの話ですということですね。スケジューラーの話、ちょっと飛ばしますね。なぜスケジューラーが重要かという話をまずさせていただきたいと思います。例えば VM123 というそれぞれ この仮想マシンが GPU のリソース使いたいよというタスクがこういうような形で1番、2番、3番、4番、5番、6番という形でタスクがこう出てきます。で、デフォルトはですね、この1、まあ、出てきた順番に対して GPU にリソースを割り当てて、まあ、GPU を使わせるという処理になります。ですけど、ディープラーニング HPC 用途に関して言うと、実はその例えば VM1 がですね、HPC のワークロードをダウンと実行してしまったらですね、あとの2番、3番、4番の方々が、例えば CAD のユーザーであるとか、そういった方々はですね、1番のこのタスクが終わるまでは、2番の処理ってしてくれないんですね。この1番が終わるまで待たなきゃいけないということになってしまいます。これではまずいわけですよね。
で、なぜこういうことが起こるかというと、先ほど冒頭でご紹介した VGPU のアーキテクチャというのは、フレームバッファーは分割をするんだけども、CUDA コアに関しては共有で使うというところになりますので、一人のこの一つの VM がですね、その GPU のリソースをがめてしまうと、他のタスクの方には回ってこないということが想定されます。で、それじゃあまずい、ディープラーニングとか HPC 用途で複数のユーザーさんで使えれないよということになっちゃいますので、我々としてはこのスケジューラーにですね、デフォルトのスケジューラーから別のスケジューラーというものを、考えて作ったのが、このイコールシェアスケジューラーというものになります。じゃあこのイコールシェアスケジューラーというのは何かというと、先ほどのワークロード、同じワークロードに対して実行されると、こんな形で1番がですね、ポツポツポツと分割されるようなタスクで動くような形になります。で、これそれぞれ1番の中の一瞬だけですね、このここにありますけども、プリエンプトされる。まあ、要は、この1番のタスクの中で一時停止するような処理が入りまして、2番に渡して、3番に渡して、また一時停止していたタスクがまた再開してということを繰り返す。まあ、これプリエンプトというような言い方をしますけども、まあ、こちらをまあ実施することによって、まあ、今回ですとこの3つの VM ですけど、3つの VM が順次実行されることによって、きれいに仮想マシンに対しては GPU が3分の1ずつ割り当たるというようなイメージで使えるようになるということです。で、これがないとやはり性能にばらつきがあるであるとか、まあ、先ほどありましたように使えない VM が出てきてしまうということがあります。もう一つ実はあるんですね。フィックスのシェアスケジューラーというのがございます。これは何かというと、まあ、クラウドサービスなんかで重要な、その例えば ELA を定義して、あなたにはこのリソースを確実に使わせますよ、あるいは契約させてくれ、しますよというような、スケジューラーになります。今ですと、この3個の VM が、まあ、先ほどのようなタスクが動いたときにですね、実際には4分割している仮想マシンでしたと。その場合どうなるかというと、仮想マシンの数に限らず、確実に4分の1のリソースしか使えない。つまり、1番が動いて2番が動くんじゃなくて、1番の後にですね、この使ってないリソースにあえて割り当てるというような処理になります。で、3番、4、まあ、4番もまた、空いてるタスクになりますみたいな。そんな動きです。ちょっと戻りますね。イコールシェアは、動いている仮想マシンで、なおかつ GPU のリソースが、必要なタスクの中で共有で使わす。共有と言いますか、まあ、共有で使わせるというような処理がイコールシェア。フィックストシェアは、まあ、分割した、分割数に応じてリソースを割り当てる。というスケジューラーになります。で、設定方法に関しても、こちら、ESX ですと、ESX CLI コマンドで設定変更が可能になります。で、ちなみになんですけど、すみません、ちょっと戻りますね。先ほどのですね、この一つのジョブが動くタイムスライスの時間で、区切って動かすような形になるんですけど、この間隔を定義するような形になるんですね。要は、先ほどの説明ですと、仮想マシンです。3つの VM がありましたけども、3つの VM の場合には2ミリセック間隔でその他の処理が動いて、2ミリセックが終わると違う VM に渡すというような形で、時間間隔で区切って使わせるというものになります。そこにさらに、まあ、追加で実装されたのが、さらに2ミリと1ミリという設定がデフォルトで入っているんですが、そうではなくてもっと5ミリセックで間隔を少し伸ばして他のタスクに伸ばしたいとかですね、16ミリにするとか、そういったことができるのが今回追加されたスケジューラーになります。ただちょっとご注意いただきたいのが16進数での定義になりますので、そこだけちょっとご注意いただきたいなということですかね。あとコンテナのサポート、NGC コンテナもサポートはしているんですが、現時点での構成というのはこの一番、右側というんですかね、になります。まあ、ハイパーバイザー、今回ですと ESX に対して仮想マシンをまず Ubuntu を、まあ用意して、ここです、真ん中の方がいいかな。真ん中の方のが説明としては分かりやすいかと思います。Ubuntu を用意して、その上で仮想マシンを、の中にですね、必要な、アプリケーションとかライブラリを追加するというのが、まあ、従来のやり方だったんですけども、コンテナを使う場合というのは、ゲスト OS の中にコンテナ化させて使うというような、ちょっとレイヤーとしては、もう一個上に、なるようなコンテナサポートというのは現時点でのサポートになります。まあ、ESX ネイティブのコンテナでこの GPU をハンドリングするというのは現時点ではできないということになります。
私の方からは以上です。